武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は慶応大学の環境情報学部の勉強について話していきたいと思います。2016年版ですね。はい、傾向というか形式の大きな変化として情報という科目が2016年から追加されました。それについても話していきたいと思います。他の部分に関してはですね、まず英語ですが、大問が今まで2つで、片方は英数受験者は1つだけで、英語受験者だったら両方解くみたいな形だったんですが、今回大問が3つになって、大問2つを英語のみの、あれじゃないですね、全問解いて、英数受験者は最後の大問3は解かないという形式でした。はい、では、それぞれの問題、見ていきたいと思うんですが、まずその英語に関してですが、こちら大問が要は1つ増えたんですが、その分1つあたりの長文の長さがちょっと短くなって、まあ SSC 環境情報の特徴であった長い長文というのが少し軽減されたかなというところになっています。まあそこについては大きな変化だったかなというところですね。でここの問題としては、やはりその処理能力っていう部分が非常に問われて、さらにその読解してから解くというよりは読みながら解かなきゃいけないような設問も結構あるので、その読みながら考えて解き進めていくっていうことを練習しておかないとちょっと解きづらい問題かなというふうには思います。であとは A 問 A 答形式なので、 A 問で聞かれることに慣れておくという対策が必要かなというふうに思います。で長文の読解の練習だけを特化してやることができる学部ではあるので、分野別対策はない。その代わり長い長文読んでね、読みながら解けるようなスピードなり読み方を身につけてねっていうところが特徴になるかなというふうに思います。はい、で続いて数学ですが、まず数学がですね、新課程になって数字計算とコンピュータの部分、なくなりました。まあ、ここに関してはもともと旧課程の範囲だったので、まあ、特に問題ないかなとは思うんですが、設問に関しては大問が、6個、になっています。で、問題の、難易度、としてはですね、まあ、相変わらずというか、その考える能力等問題が多い、結構出題になってます。で計算力だったり計算の仕方を、まあ、その場で考えて解いたりみたいなものですね。要は標準問題とか解き慣れてて、その知識で解けるっちゃ解けるんだけど、その知識さえあればパッと解き方を思いついて解けるっていうよりは、じっくり考えて解き方考えてやらなきゃいけないみたいな、部分ですね。なので、ここの過去問に慣れておくことが非常に重要なんですが、その時に読み取る、練習をしっかりやっておくというところが重要ですね。ただ解ける問題によっては、問題によって本当に解けるものは簡単に解けちゃうようなものもあったりはするので、そういう部分はちゃんと取りこぼさずにですね、やれるようにしていきましょう。基本的に計算は結構量が多めなので、計算力は強化しておくようにしてください。はい、続いて情報ですが、用語についての、ものと、数学が関わってくるような、ものですね。で、この数学に関しては、集合だったり、の範囲と、コンピューターの、計算の部分なので、それ専用の、学習しておけば、そこまで難易度高い問題ではないかな。特に二進数ですね、はちゃんとやっておく必要があるかなというふうに思います。で、あとはその仕組みですね。ネットワークの仕組みなど、このあたり、ちゃんと押さえておく必要があるので、IT 関連の資格試験の、テキストなど、もしくはまあ情報の教科書ですね、高校でやるような、こういったものを入手して、学習していく形になると思いますが、ただ教科書は用意しておいた方がいいと思うんですけど、教科書だけで全部学ぶっていうのはちょっと厳しいかなと思いますので、そういったさっき言ったような情報系の、資格試験系統のテキストなどで、問題演習しておくといいんじゃないかなと。で何分1年しかまだ問題が出題されてないので、2016年の傾向と2017年以降の傾向が一致しているかどうかも正直分かりかねる部分ではあるので、ある程度一通りの対策はしっかりしておいた方がいいかなというふうに思います。ただ問題の難易度そのものは、常識で知ってるでしょみたいな問題もあったりとか、知ってれば解けるぐらいの難易度のものも割と多かったので、現時点ではそこまで難易度が高い試験ではありません。ただやってない人がじゃあ合格点取れるかというとそういうわけではないので、しっかり対策しておきましょう。はい、そして小論文ですが、相変わらず大量の資料が与えられて、それから、自分の体験などを踏まえていろいろ意見を展開させていくという、方式です。なので適切な、資料をちゃんと、選び出して書けるようにしていかなければいけないという形ですね。で、
基本的にここの小論文は自身の考え、っていうのをちゃんと構築し述べなきゃいけないというところがあるので、まあ、一般的な小論文よりもさらに自分の意見、自分の考え方っていうのを、示さなければいけない形式になっているというふうに考える必要があります。なので回答そのものの、是非、以上にその回答を設計する段階でのその導き方ですね、のあたりをしっかり練習しておかないと、要は他人の回答を覚えたところで絶対自分の意見にはならないっていうところはありますので、自分で考えて試験、の中で回答を作る練習をちゃんとやるように心がけてください。割と特殊な形式なので、そちらは、しっかり過去問でやり込むことが必要だと。で、傾向が近い総合政策学部も合わせて対策するとより、やりやすくはなるかと思います。以上が、慶応大学の、環境情報学部の勉強となります。